I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. 腹残しろ腹バカなんか本当にこのがなりに今日紹介する一冊のイメージを詰め込みますって言ってたけど、はい、冒頭で言った時と全然違うんですよねだからちょっと迷いやっぱこうそうですね定まってないなっていうのが、はい最近の傾向ですねそのこのジャンルはこれっていうのにまだちょっと迷いを感じてるんですけどそうなんですか正直今の感じ今日の漫画で言うと最初のやつより今の方がまだ良かったしっくりくる、はい、そうですか違かったですいやでも今日もこれぞという漫画を持ってきてるんですよね、はい、今日はちょっと読みやすい、はい、あの読み切り漫画をねちょっと1話完結の読み切り漫画をあ読み切りもいいよね持ってきまして、はい、タイトルはこちらです愛を食らわば皿まで。ああ、これもうタイトルからだ。いや違うんですよ。タイトルから全然連想できないでしょ。うん、愛を食らわば皿まで。本当に なんでこんなタイトルなんだろうっていうのは確かにあるんですけど、うんうんうん、これね、まあ後々わかりますこのタイトルの意味も。うん、まあちょっとそのあらすじで言うと、うん、あの主人公のねカンナちゃんっていう子が、はい、ある一人の女の子に。あのいじめられてるんですね、うんはい、そこ始まりましてその学校に初恋相手 の、うん、そのシオン君という男の子が転校してくるんですよ、うんはい、でうわ久々に初恋相手に会ったみたいな感じになって結構テンション上がってる中どんどんいじめはエスカレートしていくんですねひどいねカンナちゃんえこれは中学ですか高校ですか、高校ですね高校ですねカンナちゃんでシオン君が高校に転校してきてほうほうほうでいじめはどんどんエスカレートしていくと、うん、でこれがねすごいこのシオン君というのが、うんねまあ、もう漫画の世界のあれなんですけど食人病というねえちょっと病気でして、はい、これがそのどういう病気かというと、うん、あの告白されると、はい、その人を食べちゃうと、うん、えそのまあ言ってしまえば殺害してしまうという怖い自分の意思とは裏腹に食人病という病気なんですよ、うん、奇病この漫画の世界で、うん、でシオン君っていうのはすごいイケメンなんですね、はい、でモテるんですよ、うん、だから転校してきて、うん、そのバッて告白してきた女の子あんたのこと好きなんだけどって言ったら、うん、もうシオン君の意思とは裏腹にもう食べちゃう、うん、なんか急に怪物みたいなのが頭の中から出てきて、怖いっていうそうっていう奇病を持ってるシオン君という男の子がこの漫画の中ではそれは特別な病気ではなくはいもうなんかいやまあ特別な病気ですねその原因は分かってないけど、うんうん、そのシオン君が勝手に食人病と呼んでる、はあはあ、自分しかないというので、はい、でですよ、はい、でこのカンナちゃんが、うん、そのね、うん、結局いじめている子が一人だから、うん、そのシオン君に惚れさせてその殺しちゃいたいっていうねだから言ってしまえば復讐劇いびつな復讐劇なんですよだからシオン君はカンナちゃんはシオン君にちゃんとその他のもう一人 の、 そのいじめてる女の子に恋させないといけないからちゃんと作戦ねってやるんですけどこれがね、まあ、ここまで聞いたら、うん、あまあ最後そうなっちゃうんだろうなってかオチとか思うじゃないですかなんかこういやちょっといやオチは分からないあそうじゃあそれめっちゃいいですね、うん、これオチが、うんあの秀逸すぎるというかあそうなのあの大どんでん返し系なんですよ、だからまあ言っちゃうどんな作詞するんだろうねちょっとねあのよりも奇妙な物語みたいな感じですよね言ってしまえばなんかこうそういう病気があってみたいなえカンナちゃんは、はい、初恋の相手がシオン君なんでしょ、うん、で高校生になった今もシオン君のことを密かに思ってはいるんですか全然思ってます思ってるんだ、はい、でシオン君はどうなんだろうっていうのとかもありつつねあじゃあカンナちゃん自身もシオン君のことが好きだけれど、うん、それ以前に自分のことをいじめてる人をちょっとこう心コントロールしてなんとかシオン君に告白させるように、はい、シオン君のことを好きにさせるように
頑張るっていうか、頑張るというか仕向けるというか、まずはそういうことをしてるわけね。そういうことなんです、ね、難しいね。どうやって着地してすっきりするんだろう。これはねちょっとでも今聞いた話の中では怖いよ結構。ちょっとねそのゾッとするというか、これやっぱあのハッピーエンドが、そうだからハッピーエンドかバッドエンドなのかっていうのもあるじゃないですか。でもハッピーエンドって今聞いてると、そのハッピーエンドでもう誰かは失ってるじゃないですか多分。なのかそのいじめを、そのシオン君の何かをすれば、うん、人を食べたくなくなるとかいう何かがあるのか、そういう展開があるのか。それはないのねイラッとするいやこのやっぱ愛を食らわば皿までっていうのが、うん、多分すごいなんかね読んだ後は、うん、わーそういうことかってなると思います。すっきりするの、うん、なんかやっぱその秀逸な読み切り漫画という感じですね。なんかこの読み切りのこのページ数でこのボリュームというか満足感は、うん、展開というかってなんかこう、うん、一個のこのある人のエピソードを聞いた時の満足感みたいなね、うん、なんかこう世にも奇妙な話みたいなのを、なんかこうゾッとする話をなんか聞いたような、なんかね、まあ、正直その嫌な気持ちになっちゃう方もいるかもしれないですけど。でもさ難しいよね、カンナちゃんもさどんなにシオン君のことが好きでも、うん、それを伝えることはできないってことも本人は分かってるんでしょ。これがねまた難しいとこで、だってでもカンナちゃんはそのシオン君が告白をしたらその相手のことを食べてしまうっていうのはカンナちゃん知ってるから、そのいじめてきた子をそうさせようっていうふうになったわけでしょ、うん、これみんな知ってるわけじゃないってことよね。みんな知ってるわけじゃない、全く知らない。カンナちゃんはたまたま見ちゃったんですよ。あ、じゃないとだってそんな作戦思いつかないし、これねシオン君もだから自分の意思で殺してないから、怖めっちゃ嫌がってるんですね自分のその病気を。ちゃんとダメだって言うんですけど、だからカンナはその動画を撮ってたから、あシオンがその最初に女の子告白してきた女の子を食べる動画撮ったから、ちょっと脅しみたいな形で本当に殺してほしい。私あなたのこういうところ見てるのよって、ちょっと怖いな。でもなんかね怖いです。だちょっといびつな愛、いびつだね。そういびつな愛なんですけど、まあちょっとねあったかくなってきた今、うん、ちょっとゾッとしたい方は見てほしいなって。へえ、いや、うん、いやその着地がなるほどこういう終わり方かって思ったんでしょう。はい、それが全然想像できないね。なるほどね、それは考えてなかったわと俺は思いました。あそういう終わりだからちょっと気になってたんですよ。なんかその、うん、あもう普通にこれだからそのいじめっ子のことが告白して、うん、あ食べちゃって終わりかと。でそれで解決、まあでもなんかちょっと違うだろうなって思ってたら、あなるポロと思う。いやシオン君が実際どうなのかっていうのは、まあ、本当読んでみないとわからないですし、うん、じゃあカンナちゃんとシオン君の関係が最終的にどうなるんだろうっていうのもあるし、 そして伝えたらカンナちゃんはじゃあ自分の気持ちを伝えたらシオン君に食べられてしまうのではっていうのがあるからとか ね、 ねいろいろそのやっぱちょっと矛盾が生まれてくるんですよ。そうそう、どうなるのかしら。じゃあそこを結末に、うん、すっきり着地っていうのは、はい、どういう終わり方なのか、それは非常にジャンププラスで読めるんですね。これしかもう79ページぐらいしかないんで、あじゃああっという間に読めてしまう。もうだから今お昼休憩とかね、うん、バイトの休憩とかね、うんうん、パパって見て愛を食らわば皿まで、このタイトルにちょっとヒントがあるってことかな。まあそうですね、まあ、でもある意味は愛を食らわば皿までっていうのはやっぱこう人間のとしての器という部分を考えてるのかなとか、そこかもうありつつなんですけど、まあまあまあ最後を見るとなんかまあちょっとしっくりくるんじゃないかなと俺は思うというか、いや非常によ よかったというか、 なんか怖かった、怖いけれどもなるほどねっていう終わり方、はい、僕結構やっぱサイコホラーな漫画も好きなんで僕、うんうん、なんかそういう人が好きな方はぜひ見ていただきたいなと思いますけどね、うんうん、だから分かったでしょタイトル、僕がああやって言ってた意味がね。うん、そうかなそこに、うん、だから今回はその漫画に込められたメッセージ性というより、うん、いうよりは、はい、その話として面白いというのを意識して読んでいただきたいなという。わかりました。最終的にどうつながっていくのか、うん、そこを考えつつ読むのがちょっと面白そうですね、はい、ちょっとファンタジーですけど ね、よろしくお願いいたします皆様、はいはい、ということで今日の漫画のタイトルは愛を食わねれば、今日の愛を食らわば皿まで。ごめんなさい。
本当にね。ワッフルーム、今日は腹残しの腹漫画でした。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。